はい、始まりました。 FUG フットボールアンダーグラウンドウルトラス埼玉、今日はこの方ヘニオル佐藤さんの登場でございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。読売サッカークラブ、知る人ぞ知る日本サッカーを語るに欠かせないクラブの一つでございますが、現在の東京ヴェルディの前身、1969年10月1日ですか。そうです。そして1992年をもってチームが、当時はあの読売日本サッカークラブって変わったんですよ。92年の10月1日に読売の本社で3社グループで、新聞社、日本テレビ、読売ランドが共同出資して運営してたクラブだったので、その時点で新たな会社に法人化をすることになったので、そこから最終的にいろいろ名前が変わっています。もうすでにチームとしては9月から J リーグカップがあったので、ヴェルディ川崎という名前で大会が出場してましたね。正確にはユミリヴェルディ川崎って出したと。浦レッズもそうですね、三菱浦レッドダイヤモンドでした。チケットにもパナソニックガンバ大阪って書いてありました。今年 WE リーグが始まるというので、企業名が久々にサッカーのチーム名について新鮮ですね。企業名をつけないっていうのは、その J リーグの理念で地域に、ね、出したっていう、そういう世界中の、まあ、クラブの在り方に近づけようということだったので、スポンサーという形で付き合うって形にして企業名を外すってことになったわけですけども、最近になってヴィッセルにしても、まあ、レッズにしても楽天、ヴィッセル、神戸になったり企業名を付けたっていうのは、理由はプロ野球を、まあ、兄貴分としてプロサッカーリーグスタートするときに、読売グループはその赤字が出たときにプロ野球は補填しても親会社が税金が対策がうまくいって、本来的な赤字っていうような感じじゃなくてうまく処理できる税法があるんですよ。でそれと同じようなことをサッカーの世界でも取り入れようということであったけど、まあ、いろんな人の意見でもう地域名だけにしようと。で大きなスポンサーがついてる、例えば三菱グループが33社もあるレッズとか、まあ、当時はあの羽振りがよかった読売新聞社とか日本テレビとか、あるいは松下電器、まあまあ、パナソニックですとか、企業がついてたのが一旦離れたような形でスポンサーという形にしたので、私はまあ一番お金かけられたのはトヨタのグランパスだと思いますけど、そうしていくうちにだん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 お金をかけてもスポンサーから入る金額は大きくならなくなってきたので、つまり、まあ、どっかのチームみたいに一人の選手に何十億もかけるクラブも出現すると、親会社がくっついちゃった方が向こうの日本リーグと同じですよね。組織がプロリーグになってるわけですから、そうするともう税法上いろいろな抜け穴っていうわけじゃないんですけど、処理ができるのでまた戻ってきちゃったって感じですよね。いいとか悪いとかっていうのは別だと思いますけどね。私は日本テレビのサッカー部として1969年に読売クラブスタートして、翌1970年改名して読売サッカークラブ、まあ、NTV サッカー部なんて感じだったんですね。1970年東京都リーグに加盟して、もう1年目で優勝、関東リーグ71年、ここでは3位、1972年に JSL2 部に昇格して、1978年4度目の挑戦で日本リーグ1部に昇格。そこからはですね、2部に落ちることなく JSL1 部で優勝5回という、 J リーグが始まる時には超強豪としてですね名を馳せたわけでございますが、セニョールが読売サッカークラブと関わりを持ったのはいつだったんですか。77年の3月に入ったんですよ。1977年3月、どんなきっかけだったんですか。自分の恩師が、まあ、何人かいるんですけど、東大のサッカーで作った日本協会の常務理事やってた
新田純之先生っていうのが、ちょっとサッカーの歴史の師匠でもあるんですけど、僕が最初やった時、僕は20歳ぐらいで、新田先生も85、6だったんですけど、非常に足腰もしっかりしてて、耳も遠くなくて、同じ埼玉県に住んでいてたので、その人のところを訪ねて、読み人文社の内木曽吉郎さんって、東大サッカー学の OB の、今でもコロンビアで、有名なジャーナリストですと、そこから最後は、僕の大学の当時は総監督だと思うけど、で日本サッカー協会の常務理事をやってた小野卓治っていう人を紹介されて、僕らの時代はちょっといろいろな事情があって、マスメディアの希望してたけど、採用中止のところがほとんど試験が実施するんですけど採用しなかった。それからそういうクラブに入るっていう気はなくて、ジャーナリストになろうと思ったんですよ、はい、ところがその小野先生に怒鳴られましたね。なんでその俺のところに大学入った時に来ないんだと、もう出てたんだ、ちょっとしかし少しぶらつく時期があって、その間に小野先生がお前は俺のミッションを受け継げと、このようにプロを作れと、うん、そこから始まったんですよね。名前を出していいのか分かんないけど、当時日本リーグ一部に所属する2つのチームと読売と3つのうちから1つ君が選びなさいって言われたんですよ。そんな簡単に入れるわけはないと思ってたんですけどねその時も結構語学ができてたんですよ。キャプテンの海外の知識はもう とてつもなくオタクだったんですよね。完璧にその話が進んでる中で、僕が個人的に考えたら、おそらく一番プロカー野外者を含めて周りの人たちが多いところは読売グループだろうと判断して、そしたらすぐに電話かかってきて、試合見に来いと。まあ、古川千葉っていう2部リーグのチームがあってね、今のジェフユナイテッドは古川電工ですけど、それの子会社みたいなチームだったんです。ジェフユナイテッドが最初にホームタウンにした市原で、埼玉から市原行くのは遠いんですよね。でそこで初めて試合を切符も買わずにね、どうぞって言って、今でいう社長のポジションだけど、事務局長に笹波さんっていう人がいて、読売のサッカーは君はまず見てこないって言って、もちろんそこに上司さんも出てたわけですけど、その時はもうラモスとかはまだいませんけどね、全然僕が見てて、イメージのサッカーじゃなかった。僕は小田っ子だから、浦和のサッカーはある程度知ってたと思うんですけど、ただ浦和って日本の中でもそんなテクニック中心のサッカーやってたわけじゃないんですよね、どっちかというとテクニックというと静岡とか広島の方が、まあ、当時御三家で言えば、だけど組織的なサッカーというのは浦和がすごかったと思うけど、全然匂いが違ったんですよ、匂いがね、もうそれジョージさん見てるだけで全然変わっちゃったんですよ。引っ込まれたっていうか、もう本当渦の中に巻き込まれちゃったから、もっと大きい、こんな感じですねすごく時間を見るかわかりませんね、30分かね。日本リーグのレベルですからね、今の J3 よりももっとレベルが下ですから ね、レベル的にはね、でもやってるプレーが全然違うんです。それでもう即決ですか。ただすぐにはやらないから時間ちょっとくれって言われて、少し時間を置いてそれで入ったんですけどね。クラブとしても法人化してないので、読み先と読売新聞社、日本テレビ、読売ランドっていうのが4対4対2でお金を出し合ってたんですよ。3つの会社が OK 作んないと簡単に入れないわけですよ、ね、僕はその辺は全然説明受けてないけどね。読売サッカークラブに、まあ、入ったってことなんですね。そうですよ、席は読売新聞社の方にあるんですよ、食卓みたいな形で、契約ではなくて、社会保険とか健康保険は厚生年金とか、そういうのは読売ランドなんです。だから3社でやってるから、アマチュアのという会社じゃないですか。複雑なものはたくさんあったんですけど、経理担当で今でも尊敬してますけど、原春子さんという女性がいて、あって言ってね、僕が入った時にフロントって3人しかいなかったんですから、僕入れて、セニョールと原春子さんと、そう、それから準備局長ですよね、高波さんね、その3人です。ってことは、隅から隅まで知らないことは当然ないですね。そういう言い方は綺麗な言い方だけど、雑な言い方だと何でもやですよね。そして1977年っていうことは、この年、入った年にもうまた優勝されるってことですね。
日本が1秒上がるわけですよね。そうそう、優勝してね、ただ、今シーズンは秋春戦だったんですよね。秋春戦っていう言い方はちょっと違うんだけど、その年、ラモスが来日するんですけど、